神の中にも戦っている者がいるか。あっぱれな心意気を死なせてはならぬ。トータク様の命令だ。食料を根こそぎ奪ってやれ。反乱軍に協力するためには飢え死にだ。司書に書かれた通りの暴君のようだな。ああ民を敷いため父憎りに吹ける。悪役非道な男だ。しかし先ほど敵兵が言っていた反乱軍とは一体。助けてくれ。奴ら俺たちから食料を奪う気だ。ここまでよく耐えてくれたのね。私たちが必ず守るから安心して。これぞ無双。助かった。もう大丈夫です。安全なところへ避難してください。押し通る。お見事です。私も見習わなければ。手間取っておる。わしがさっさと片付けてくれるわ。トータクの本体が民を。ここからでは間に合わん。カメツブとも民が襲われているぞ。我らの前でなんという暴挙を。バチョウども、殺すわけにはいくまい。意と愛の勝利で我らが救われば。さあ、銀兵殿。はい、力いっぱい頑張ります。これぞ無双。
これにあり。真の三国武将だ。さすがは金馬町、義と愛にあふれた勇士だな。金粒殿こそ正義を貫く男、その気概は何者にも破れぬだろう。熱いお二人ですね。度が過ぎる気持ちです。おお、いい戦ぶりだ。前へ、オスタール、はあ、あ、はい、かくよ、はい、いけよ、なんだ、すみません、ごめんなさい、かくよ、いはち、これにあり、はあ、帰るぞ。信長め、面倒なことをさせおって。信長と聞こえた。なぜ董卓がその名を。本当にありがとうございます。助かりました。無事で何よりです。ここは我々に任せてください。よし、民を救うことができたな。あとは敵の残党を追い払うだけだ。董卓はもういないの。また悪さをして帰ったのかしら。早く探そうの。マロは帰って蹴鞠がしたいの。みんな董卓を探して。邪魔する人は徹底的に痛めつける。あの手だと。まさか民を追撃するつもりか。城内に乗り込もう。敵の援軍を断つにはそれしかない。まあ、門が閉まっているのよ。困ったわ。では門番に部位を示しましょう。彼らの戦意をくじき門を開けさせるのです。よくぞ董卓を追い払ってくれた。敵の敵は味方、そう思ってよいのか。敵味方の問題ではない。その義心に共感したのだ。これより我らは同志、共に宿儀の輩を打ち払おう。まあ、お強いのですね。私も勇気づけられます。董卓殿、どこに行ったの。まさか蹴鞠かの。残っているのは配下の兵だけね。自分本位な男。相手が悪すぎたから。勝てると思ってんのか。これにあり。はぁ、死ぬわよ。
行くぞ。私が相手で不服かな。お前は我がコートさせてもらう。これにあり。私たちがここを地獄にしてしまいましょう。すごい、あなたこそ真の三国武装です。すごいのね、素敵だわ。うつけ殿に怒られてしまうの。あの人が怒るかしら。この状況きっと喜ぶわよ。董卓、そして奴の裏にいる信長という男、一体何を考えている。時や場所を超え、さまざまな人間が迷い込んでくる。何故このようなことになったのか、どうすれば元の世界へ戻れるのか、力を尽くしてはいるものの未だ解き明かせておらぬ。そんなある日、突然織田信長が兵を率い周囲の領地へ侵攻を開始した。この世界に覇を唱える、それができるだけの力を手にしたのだと。信長は瞬く間に周囲の将を従えていった。奇妙な力であらゆる敵をねじ伏せながら。だがこのような強引なやり方を見過ごせるはずもない。私と謙信殿、そして信玄殿は信長に対抗すべく命を結んだ。信長の真意を確かめるため、そしてかの者が得た
力の正体を暴くために。